ターが唯一のゲーセンだった。ハピピランド。まあ、もともとパロってゲーセンだったんだけど。このね、オフィスが、こういうとこにありそうだね、確かに置けるね、ここね。うん、こういうとこにあったんだろう。しかも30キロは。いや、だから、それが捕まりやすいんだって。だってもう40キロでも捕まっちゃう。うわぁ、なんもみじゃんとか群馬もみじゃん。うん、こういうところに捕まっちゃうんだって。まあでも長野から町田なんか出れるとか夢とも思わなかったの。町田から、ああじゃねえや、長野から町田に生活できるなんて夢にも思わなかった。まあわかんないけど、これから引っ越すかもしれないし。どこに？引っ越したくねえ。長野に？いや、どっか地方回ってくれてるかもしれないし。行きたくないけど。
そこだったんだな。あそこのリンゴ山浅間って書いてあったしな。じゃああっちの反対側のでけえ山あれ何だったんだろう。ドキプンポポポンポープピートンかポントンでミュージーポンちゃんのポプビーマセグチ、お腹すいたな、腹減った。フレステか、サムライスピリッツさ、コレクション、うん、スチームで買ったら700円だった、普通6000円なの超安かった。安いでございましょうかね。あの6個タイトル開けたから、初代からなんだっけ、1、1と2、あ、2は分かんないけど、3があの天草降臨とかってだかね、五代だみたいな、五代子みたいな、五代だ。軽いだって平日もただの駐車場でしょうね。だと思うよ。あの時土日だったからそういうやつじゃないよね。だと思うよ。買ってくれるから。寄れる時間ある、あるか。まあ別にいい無理寄らなくてもどっちでも。ちょっと歩きたい。あ、いや歩いてもしょうがないか。いやまあ別に歩くのはいい。いやまあ面白いですよ。正直。軽井沢ってなんかないじゃん。飽きちゃった。もうブランド品ちらちら買う時代も終わったから。あ、断食屋の軽井沢。そっちに趣味が行ってたからじゃん、その時は。ね、着てない靴とかたくさん、履いてない靴とかたくさんあるじゃん。はい、まあ逆にいいけど。いやーもう買うことはね、靴とかあるから。ブーツとか買ったのにほこりかぶってんじゃん。まあ履けるからいいんだけど。レミンだね。やっぱレミン多いな、うん、これあんまり好きな人はいないんだね、取れるの。まあ、壊れやすいからじゃない。そう、あれ本当に壊れやすいらしい。だってタブさんも古い車って維持費がかかるのにさ、うん、壊れやすいやつ使ってそこまでまたってなると大変じゃん、うん、本当はそっちがいいって思ってると思うけどね。どうせなら維持費を考えてるとそこまで金回せないんじゃない。やっぱ開かなくなってね、ライトつかなくなったら最悪だもん。それも最悪じゃん。潰れてんだろうな、この焼肉。え？焼肉潰れてんだろう。どこ？うわ、なんかゴミになってんじゃん。パチンコだったっぽい場所も潰れてるじゃん。あとユースミスの危ないなったら、あ、これをやってんだ。何の店かしら。八坂伊織、八神伊織みたいな名前じゃん。八坂伊織、軽井沢ボンクラ。